おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月の15日朝5時40分の相場解説になります。昨日はあの黄色いね、1時間足の中の黄色いゾーンを抜けたらセルでエントリーするっていうふうに申し上げて、結局セルでエントリーしました。で、60円台ね、ピップスで言うとそうですね、108円の700を割ったらイグジットしようかと思ったんですけども、そこまではいかなかったですね。でも同水準まで下落をして、そして反発して上昇しました。上昇したんですけども、あのゾーンは超えずにゾーンでとどまった状態で、今推移してます。まあ、その辺を兼ねてお話しようかと思います。またですね、ヘッド&ショルダーもまだ継続中ですから、完成するのかそれとも完成しないのか、この辺も注目していきたいと思います。それでは画面を切り替えてご覧いただきます。どうぞ。はい、まずはデイリーですけども、高値圏に入ってからというもの、ヘッド&ショルダーがここに見えそうになってます。完成するかどうか分かりませんよ。ほら、ここまでできましたよね。あとはこうなるだけです。この形が多少壊れるかもしれません。例えばこういう風な形になったりね、するかもしれませんし、もしかしたらこのぐらいまでいくのかもしれないですね。ですけども、今もうすぐしたらネックラインかかります。ネックラインというのはこの辺りです。ここに来て反発して上昇するかどうか注目ですよ。ここですよ、ここ、4時間で見てみましょうか。4時間はこういうような形になって、ネックラインがここですね。ですんで、もうちょっとこれが落ちてきたら跳ねるのがわかるかなと思います。もしくはこれそのまま下の方にね、ズバッと突き抜けて、ヘッド&ショルダーなんて作らずにずっと行ってしまうかもしれないですけどね、そこは分かりません。で、前回お話したように、ヘッド&ショルダーのこっちの肩とこっちの肩、ずいぶん形違うでしょ。だからこういうふうな応用編も見抜けるようになってくださいね。1時間でございます。1時間の話ですけども、冒頭でお話したように、このゾーンを超えたらセルでエントリーするよって言った後、セルのエントリーがほら強い陰線が2本出ましたね。で、こっからまた上昇したんですけども、このゾーンに阻まれてまた下降、下落を始めてるってことです。まあ、ですんで、このゾーンが効いてるってことですよね。抜けたら下に行く勢いが強いし、上に行こうとしても跳ね返ってまた下の方に向かってるってことでございます。じゃあどうする、エントリーするのってことになりますけども、エントリーはね、ちょっと1時間では考えにくいですね。4時間を見た時に、そうですね、どのぐらいでしょうね。108円の600までいったらセルでエントリー、これでいいんじゃないですかね。700割ってからですね。はい、108円の700を割ったらセルでエントリーする、この1点に絞って今後見ていこうかと思います。今週のここが力点でございます。本日は以上ですね。それ以外言うことはないです。いってらっしゃい。